非常に風光明媚な綺麗な島、このまま維持したい。今回、浮島に帰ってきて思ったのは、今日は本当恋しいと、浮島ツアーをしていろいろ思いましたね。今、もう浜とかも真っさらな状態ですけど、スイスとか隠した形でいろいろ機関銃とかが中に収められてたりするじゃないですか。日本は法律的に、政治的に制約があって、そういうのをできないだけなのか、それともそういう制約がなくてもする必要はないのか、どう思いますか？それはもう、例えば、大東亜戦争の時の沖縄戦なんていうのはもうそういう要点では全部、ペトンっていうそのコンクリートの陣地を作ったわけですよ。はい、だから本当にその危機が迫って、一番の焦点は例えば尖閣あたりに、日本が本当の防衛をやろうという、日本人が気概があるならば、そこにあらかじめ自衛隊を配置して、強固な水災障害物を作るとか、機関銃陣地を置くとか、砲の陣地を置くとか、そういうことをすべきなんでしょうけれども。日本には、例えば今、対馬とかなんとか、韓国がいっぱい来るって言うけれども、その土地はどうなってんだとか。で、そういうことをやること自体が、今のデニーという沖縄知事あたり大騒ぎするでしょ。あるいは日本の立憲民主党の、なんでそんなことするの、そうすること戦争が起こるじゃないかっていう、屁理屈を行える。だから我々はそういうのに言ったら、のほうずに、何かあった時は泥沼式に、後追い式に、対処せざるを得ないという状況になっているんです。で、それを、まあ僕らの目から見たら、最終的には国民が自らのそういうものに無頓着であったことによって、血で上がらんのかなという非常に皮肉な話、恐ろしい話になるんですけど、今回のその、ウクライナの話だとか、あるいはそのガザの話だとか、ああいうのを見ると、ちょっと歯車が変わると、そういう地獄が待ってるんですよ。悲劇が待ってるんですよ、という展開になるんですね。我々は現実をやっぱり逃げずに直視をして、最小限打つとこだけは打っとかないと、北海でもまるでそのどっかの国のエージェントじゃないかっていうような発言をする政党とか、国会議員とかっていうのは、お前たちは日本人の血で上がるのかって我々なんか思うんですけど。それでこういうのは私の話のようなものを承知していただいて、国民自ら考えて、ヘラクレイトスのように万物を露天する。憲法9条、日本の敗戦という時のパラダイムとは全然違う世界体制、日本体制になったんですよ。だから、あの時は暑くて暑くてシャツを全部もう脱いでしまってパンツだけになったんだけど、だん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 寒くなってきて、もう防寒具をいっぱい着込んでも、凍え死んでしまうかもわかんないですよって状況になってさ。そういうその我々は生きる環境を利口に判断をして、それを事前で準備するっていうのが生き残るのあれだと思いますけどね。浮島をこう見に来て、そしてそういう話をするっていうのは非常に私も感慨深い思いがあるんですけど、まあいわばそのワーストシナリオっていう、その戦争のシナリオって思いたくない。非常に風光明媚な綺麗な島をこのまま維持したい。だけどそういうシナリオ、美しい情景というのはやっぱり普段の延々とした努力が必要。今回浮島に帰ってきて思ったのは、故郷は本当恋しいと。だけどその故郷というのは3要素あると思ってるんですけど、このテリトリーというアイデンティティ、土地というアイデンティティと文化というアイデンティティ、習俗というね、お祭りの、そういうのがやっぱり故郷の要素じゃないかと。最終的に重要なのは人だと。島に住んでる人たちのコミュニケーションが必要だと。心の通わせることが必要だと。で、その心の通わせるツールっていうのは、こちらの人も我々に対してそういう心を開くっていう行為と、我々も島を捨てたっていう意味はあるんですけど、そういう人たちと心を通わせると。で、いずれにせよ、国防の基本というのは、そういうその愛共心というか、共同を愛するとか、そういう国を愛するとか、この土地と人と文化、みんな日本人でしょ？同胞でしょ？この人たちの血を流させちゃいかんとか、そういう発想、財産を失わせちゃいかんと。そういう一体的な取り組み、今回、浮島ツアーをしていろいろ思いましたね。はい、他に何か。はい。そうですね。ついに、空と自衛隊があって、ほとんどない、こうやって守るとその。立海空って何がないですか？自衛隊がありますよ。
渋滞ないですね。だからなんかそれ、なんか、守るのは誰だろう。その通りですね。それはだから、自衛隊の配置っていうのは二通りあって、平時、訓練をして、能力を研ぎ澄まして、日々の生活を送る基地とか駐屯地っていうところと、今だから日本は、かつてはそのソ連の脅威が高かったから、北海道重視って形になったんですね。ほんで、現在では沖縄に陸上自衛隊は師団もなかったけれども、そこに師団を持っていく。師団を作る。それから F30 いくらっていうその最新鋭の航空機も持っていく。もちろん海上自衛隊の展開が佐世保とか呉とか全部その船で動きますから、もう水面下でその東シナ海とか南シナ海にも展開してると思うんですよ。そういうふうに平時の体制という、本当は有事の体制、そのシナリオの中で例えば朝鮮半島有事っていうのが起こったのか、あるいは台湾有事っていうのが起こったのかということで、そこにシナリオのプランを作るわけです。で、それが情報をずーっと集めながら、そこの緊張が高まってきて、もう来るかもわかんないなっていう段階になったら、自衛隊を本当は事前にそこに持っていく。で、持っていくと同時に今申し上げたような、いろんな、その、準備をすると。陣地を作るとか、あるいはそこで実際に訓練をやって、敵が来たらこうしよう、こうしようと。で、計画も作ると。隊員にもそういうことを徹底すると。もう、究極的には、例えば、イスラエルでは何も言わなくても、海外に、住んでる人たちが兵役に応ずるために帰還をする。あるいは国民全員が黙ってても輸血で非常時に民間人の負傷に対しても軍の負傷に対しても対応できるようにする。それは彼ら2000年以上そのディアスポラといってバビロン優秀で国がなくなって2000年間もそのいろんな国に流浪しながら迫害されながら差別されながら生き抜いた人たちが国を2000年以上経って持ったと。国を持ってそのアラブに取り囲まれた人たちがどうやって生き残るかって究極の知恵。それが今ガザのあれで我々の目の前で献血をやったりもういろんなことやってますよね。最初の地上侵攻の時はもう退役した私みたいに予備役の将軍たちがですね、まず銃を持って前線に行ってそのハマスの地上侵攻の部隊と銃撃戦をやったと。で撃退したという話があるんですけども。もう階級も何も厭わない。立憲民主党であろうと共産党であろうと、本当は全部銃を持って目の前に何かあるときはもうそれで戦うっていうぐらいの気概がないと国相手を行わない。日本は幸いにこの海で囲まれて本当に今までは敵が攻めるっていうのは難しいところだったんです。これからそういう飛び道具とか、その飛行機だとか船だとかっていろんな発達すると、今まで我々が安穏とできた環境ではなくなっているということで、ご質問があったように、どこにどう配置するかっていうのは、基礎的に言えば、平時を体制っていうのは何もしてない。いつでも、自在にどこにでも振り回しが効くような体制を組んだから、その差し迫った脅威の場所が分かってくれば、そこに段階的に積み上げていって、戦闘体制、防衛体制を作る。これがやり方ですね。何かありますか？先生の方もなんか何回かとチャレンジして読んでもなかなか基礎学力がないから意味が分からないというか興味はあるけどどこから学んでいったらいいのかなというのも思うしちょっと今話の内容が変わっちゃいますけど娘たちもそのそこまでふるさとを思う気持ちとか愛国心とかそういうところにちょっと疎いというか別に出ていけばいいじゃないっていうそのちょっと寂しい思いがあるんですが先生がこう出た時にすごい捨てたような気になるって言われてた話とかがですねその気持ちをうちの子がじゃあ果たして思うのかなとかすごく寂しいなという気持ちが芽生えてきてそういう気持ちっていうのはどこから育まれていくものなのかなって要するにその防衛だとか安全保障だとかそういう知識がないというのが第一点その第一点に対してお答えすると第一の関門というのはそれに関心を持って自分で何か少し調べてみるとか毎日のそのテレビを見てる時でもそのガザの人たち、イスラエルの人たち、ウクライナの人たち、ロシアの人たちがどんなことになってるのか、それはなぜなのかっていうのを自分自身でやっぱしっかりと考える。でそれはもう一つ大きなことは人事じゃないんですよ。
あなたたち個人個人が、あるいは集団の民族として、社会として、国家として、みんなが運命共同体やばいことなんですよっていうのは第一ですね。それから、第二の質問で、お嬢さんたちがその国が何かあった時はよそに逃げようとか、最悪の人たちはみんなそういうことを言ってるわけですよ。そういうことをどうやって直すかというと、やっぱりそれはそれぞれの家庭というもので、そういう一定の論議をしたり、知識を持ったり、関心を持ったりっていうのが第一の働きじゃないかと思うんですけど、もう一つは戦後そのマッカーサーから去勢されて私言うんですけど、憲法9条下でその国というものを主張するのはいかん、国旗はいかん、何はいかん。結局、そのアメリカが戦前に大東亜戦争を通じて、日本ってのはやばいと。日本とドイツだけは再復興すると、これはアメリカにとっては脅威だと。そういうことをさせないように、ありとあらゆる手立て、最初作った日教祖とかありますけどね。そういう大きな大きな渦巻きの中に飲み込まれていると。だから我々は戦後、四半世紀も80年近くなんですけど、100年のうちにはやっぱりその日本というものをもう一回アメリカの言うようなものじゃなくて、自分たちのそのアイデンティティというか何かを確立しようやという機運が少しずつですね。だから今回その桃田さんと香織さん、ああいう人たちがその新しい政党を立ち上げる。今まで自民党といっても、ふにゃふにゃした左翼とどこが違うんだっていうくらいの手たらくだったけど、日本にもそういうものが出てきたっていうのは大きな変化じゃないかと思います。だから急激にえいやと変わるわけじゃないけれども、やはり、だからおっしゃるようなその疑問、その発言の中にも、そういう芽生えというか、そういうものを私は感じますね。はい、はい。ありがとうございます。そろそろ帰る時間です。ありがとうございました。